行くなら一緒に入ろうよ。ちょっと聞いてほしい話もあるし。パワフルメモリーズ。いいぜ、行くか。そうこなくっちゃ。それで聞いてほしい話ってのは何なんだ。聞いてほしい話？ママってさ、小さい頃どんな子だった？え？どうしたの急に。そうね、私は歌手に憧れる女の子だったな。おう。お、いいね、歌手か。なんだかママっぽいや。でしょ？スポットライトに照らされて大勢の前で歌うの憧れてたな。そういうの素敵でしょ？そうだな。でもそしたらなんでこんなとこでママやってんのよ。こんなとこって。そりゃあできることならそうしたかったけど、オーディションとか怖くてね。私って結構シャイじゃない？ん？ん？何よその反応は。打ち合わせでもしたの？いや、打ち合わせしなくてもこうなるよ。確かにな。ママがシャイって初めて聞いたよ。ああ、ママは…ママは元気で堂々としてるイメージだよな。まあ、そんなママと話すのが楽しいからこの店に来てるんだけどね。何よ、泣かせてくれるじゃないの。で、それはそれとして置いといて。持ち上げておいて何なの？まあいいわ。それでなんでいきなり子供の頃の話？実はこれから小学校の同窓会があるんすよ。それでみんな子供の頃どんなだったのかなと。なんだ、そういうことか。なるほどな。同窓会とか私は行ったことないな。まあ楽しんできなさいなって。それならこんなとこいないで早く行きなさいよ。いや、まだ時間あるんで大丈夫っすよ。それに、実は行こうか悩んでるんすよね。なんでだ。当時好きだった人が変わってたら嫌だなって思っちゃって。あら、でもそれは秋吉くんにだって言えることじゃない？確かにな。だね。同じく老けた自分のこと棚にあげて何言ってんだよ。別に俺の変化にショック受ける人なんていないっすよ。そんなことねえよ。案外モテてたかもしれないわよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。案外って引っかかるけど。それで結局行くのかい？どうなんだ。まあ内心は行きたいんですけどね。思い出と現実のせめぎ合いと言いますか。何わけのわからねえこと言ってんだ。だいたいあんた今年30だろ。同い年ならまだ若いじゃねえか。そうだな。まだまだピチピチと言える年ね。若い若い。まあまあ、それ自分に言い聞かせてない？あ？いや違うんすよ。もうあの人はピチピチなんかじゃ。ん？なんでそんなことわかるんだよ。だって僕の憧れだった人は担任の先生なんで。ああ、そっちか。まあなんというか、経験豊富な大人もいいもんだぜ。確かにね。そういえば去年外国人野球選手が友達の母親と結婚してたよな。おう。あら、なんだか希望が湧いてくる話ね、秋吉くん。え？どの辺が？やっぱ男も女もくっつくのに大切なのはフィーリングなんだよ。いつも年や外見に惑わされるなって言ってただろう。いや、初耳っすけど。っていうか何の関係が？年の差なんてさまつな問題ってことよ。よし、今日は秋吉くんの前途を祝して乾杯だ。そうだな。お、新しい焼酎開けちゃう？あんたらとりあえず理由つけて飲みたいだけでしょう。バレたか。で、話戻すと憧れの先生が年老いた姿を見たくないんだっけ？まあざっくり言うとそんな感じです。なるほどな。会ってこいよ、秋吉さん。桐生さん。なんだかんだで昔の話に花が咲いて馴染むもんだよ。そんなもんすかね。初同窓会なんで身構えすぎてたのかな。よし、決めた。俺同窓会行きます。
覚悟ができたようだな。でもそうなるとママもうかうかしてられねえんじゃねえのか。私がどういうこと。先生と関係が深くなったら店に来なくなるかもよ。そんなことはありえませんって。何言ってるんですか。そうなったら寂しくなるわね。売り上げ、あれ今売り上げって言った。気のせい気のせい。じゃあ秋吉くんの素敵な同窓会を願って。乾杯乾杯。じゃあ家で着替えたら同窓会行ってくるよ。ありがとうっす、桐生さん。ああ、しっかりな。あ、桐生さん、秋吉くんもう行っちゃった？ああ、さっき帰って行ったぜ。どうかしたのか？秋吉くんお財布忘れて行っちゃったのよ。困ったな、お店開けられないし。それなら、俺が返してきてやるよ。まだ遠くに行ってもねえだろうし。本当？じゃあ頼めるかしら。秋吉くんの家は神社の方だからすぐ会えると思うわ。わかった。So, wo ist er denn hin? Da unten nicht. Da oben. Okay, let's go. An den Typen hier vorbei. Die prügel ich gleich mit.Alter, der hat eine Knarre! Blocken hier auch auf jeden Fall öfter als in anderen Teilen. Thema Torosegat. Alle war Akiyoshi-san, ja, nein, ka. Nani wo yatten da? Anna toko de. あれ、キリュウさん、どうしたんすか。ほら、忘れ物だぜ。ああ、忘れてったのか。すいません、助かりました。あんた、こんなとこで何してんだ。同窓会に行くんじゃねえのか。いや、ちょっと先生との思い出をぼんやり考えてて。実は俺、小学校を卒業してもたまに挨拶がてら先生に会いに行ったりしたんすよね。ほう、そうだったのか。ええ。で、高校の時は俺野球部だったんですけど、会うたびに優勝してくるからって言ったりして。高校球児らしいじゃねえか。でも結果は地区予選敗退でした。俺はピッチャーだったんですけど、さよならホームラン打たれて。せっかく先生に見に来てくれた試合だったのに。なんだかそれ以来顔を合わせにくくてズルズルと。そんなことがあったのか。だからさっき年を取って変わってしまった先生を見るのが怖いって言ったけど、それ以上にろくに成長してない自分を先生に見られるのが怖いんです。高校野球でてっぺん取ってプロで活躍するって言ってた男が、結局田舎町でうだつの上がらないリーマンで趣味がスナックに通うだけってどうなんだと。こんな教え子の姿見たらがっかりすると思うんすよ。あんた、そんなことを考えてたのか。そいつはとんだ見当違いだな。え？その教師は幸せだと思う。Das mit dem Baseball mache ich erst, wenn ich in Kamurocho auch jeden einzelnen noch geholt habe. きっ
du an der Dann habe ich nämlich ungefähr alle Charaktere ungefähr für das Baseball und ich finde, das ist dann besser da dann, das mit dem Baseball richtig anzufangen. Aber es dauert bestimmt noch bis Kapitel 6. もう少し年食ったらわかるさ。だから今は何も考えずに行ってこい。なんだか説得力あるな、キリュウさん。なんかつまんないことで悩んでた気がしてきましたよ。そうか。じゃあ俺ちょっと行ってきます。何度も背中を押してくれてありがとうっす。ああ、それとな、野球はチームプレーだ。誰かのせいで負けたなんてことはね。そんなことを引きずる必要はないんだからな。はい、ありがとうございます。そう。Powerful memories. Ja, nice. Oh, da kommen gleich schon wieder ein paar Leute. Warum trägt er ein Schwert mit sich?Und ich will das Schwert haben. Sogar Geld hinterlassen. Ja, lauf weg! Ich bin der furchtbare Kazuma Kiryu. Oh nö. Die spawnen zu schnell. Das ist ein Problem auf jeden Fall von dem Spiel, dass die Gegner einfach, wenn man sie besiegt hat, spawnen. Ah, Kiryu-san! Yo, Dōsōkai war wie war's? Ja, aber mir fehlt doch jetzt noch Dings. Wo ist der denn? Hey, Sensei, ich habe mich mit dir getroffen. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich glücklich.てよかったなぁ。な、僕らが言った通りだったろ。また秋吉くんが野球やってる姿見たいなんて言われちゃっても。ほう、よかったじゃねえか。思い出が綺麗に上書きされたようだな。だったらあんたも僕らのやってる草野球に混ざるかい。なあ、キリュウさん。キリュウさんと畠山さん、野球やってるんすか。まあ草野球だがな。秋吉さんも入るか。経験者なら大歓迎だぜ。本当っすか。ぜひ入れてください。先生の前でファインプレーしたいっす。そうか。じゃあこれからよろしくな、秋吉さん。はい。やばい。それにしても先生は相変わらずダンディーだったな。俺もあんな大人の男になりたいっすね。うんうん、大人の男に。え？あんたの言ってた憧れの先生って男だったのか。え？そうっすよ。優しくてかっこいい憧れの先生です。今日の酒お前のおごりな。え？ちょ、なんでですか。紛らわしいんだよ。僕はてっきり女教師とのロマンスだと思って聞いてたのに。んなわけないでしょ。何勘違いしてんすか。お前はいつも言葉が足りねえんだよ。今度は野球でビシバシしごいてやるからな。そんな。Friendship up! Ja, Gen-san fehlt noch, aber...
Den habe ich hier nicht gesehen. Ja, vielleicht kommt der jetzt wieder, weil wir jetzt Frequent Customer sind, was auch immer das ist. Ich bin kein New Guy mehr. Komm, spielen wir mal kurz. Play with Mama. Ara, Darts yaru no? Aite ni naru wa yo. Ich zeig dir, wie man spielt. Komm. Tekagen nashi yo. Tekagen shinai ze. Yosh. Yes. Oh, scheiße. Naito. Naja, 133 ist eine Reihe. Zeig mal, was du kannst. Na hm. Ja, ja, geht schon. Nice ball. Lotan. Ich habe trotzdem sehr viele Punkte gemacht. Nein! Fuck! Und noch die Eins. Das wird nicht gut ausgehen. Yes! Naja. Oh Gott! Okay, sie ist aber schon nah dran, das ist gefährlich. Ich muss also jetzt gute Punkte machen. Nein. Naja, 288, komm. Ah, musste erst mal 100 bekommen. Na, kriegt sie hin. Okay, Glück. Oh, was ist denn da los? Schaube ari da na. Watashi ga makeru nante. Mata asobimashou. So, ich verlasse die Bar und gehe nochmal rein. Otsukare-sama. Mata kite ne. Und hoffe, dass das Gen-san jetzt drin ist. Mata kite yo. Chotto nonde iku ka. Gen-san, komm. Irasshai. Yukkuri shite tte ne. Ando? Vielleicht hat er jetzt Interesse mit mir einzutrinken. Nein. Kaneko. Hoka no yatsu to no mina. Issho ni dou da? Oh, sonna koto ga. Hey, taihen datta na. Okay, seins ist auch jetzt auf drei Herzen. Das heißt, es passiert da was. Und dann kann ich auch mit dem nächsten. Ara, kyou wa hayai no ne? Mata yorasete morau ze. Matteru yo. Einen trinken.
Ich muss zweimal mit denen immer trinken, damit die Freundschaft gut hoch ist. Die Freundschaft steigt aber ziemlich schnell. Oh, da ist er doch. Tech Support. Gen-san ga snack ni haitte itta na. Oru mo chotto kao o dashite miru ka. So, let's go. Ara irashai Kiryu-san. Oh, Kiryu-san mo kita ka. Oh, tsukawari. Kiryu-san. Oh, oh. Nandai soria? Kiryu-san o mukaeru uta da yo. そんなしょうもないの歌うならカラオケ使ってよ。せっかく新しいやつ導入したんだから。カラオケか。それなんだけどよ、たく恨むぜママ。恨む？なんでよ。だってさ、なんで私がゲンさんに恨まれなきゃなんないのよ。ママ、俺の趣味知ってる？カラオケで歌うことでしょ。このスナックに通ってりゃ誰でも知ってるよ。そうだな。発声良くするために筋トレとかしてたしね。ほう、そうなのか。よかったじゃん、新しくなってさ。最新機種よ、最新。奮発したんだからたくさん歌ってよ。歌えっつったってありゃ無理だぜ。 Why not? ん？無理って？あんなハイテクなもん俺には使いこなせねえよ。ああ、そういえばゲンさん最近歌ってないね。そうなのか。でも他の人が歌ってる時楽しそうにしてたじゃない。そりゃあまあ俺はカラオケで歌うのも聴くのも好きだからな。確かにありゃ音もいいし、いいもんだってのはわかるぜ。その通りだ。じゃあ歌いなさいよ。その筋肉はハリボテなの？まあまあ落ち着いて。俺があんなハイテクでハイカラなもん使えるわけやねえんだよ。ああ、なんかリモコンにテレビみたいなのついてるしよ。それが便利なんじゃないの。そうだな。Das war eine Falle。で簡単に曲選べるし。そうは言うけどよ。あれ、もしかして今のカラオケで一回も歌ってないの？どうなんだ。そうだよ。もう俺のコンサート会場は家の風呂場だけよ。あ、そう。せっかく新しくしたのに恨み事言われるなんて。どう思う、キリュウさん。とりあえず一回歌ってみたらどうだ。そうよ、食わず嫌いしてるだけじゃないの。俺は新しい機械ってのがとにかく苦手なんだよ。最近やっと電話の呼気を使えるようになったってのに。ゲンさん、過去からタイムリープでもしてきたの？どうなんだ。してねえよ。もうゲンさんがたくさん歌ってくれると見込んで導入したのに、これじゃ赤字じゃないの。ああ、やっぱりそういう狙いだったんだ。そりゃあまあビジネスですからね。そうだな。ったく、何でもかんでも機械機械ってどうかと思うよ俺は。このままだと人類はそのうち乗っ取られるよ、ロボに。前のカラオケも機械なんですけど。確かにな。まあまあ落ち着きなよゲンさん。そうよ、機械なんてなれよ。ねえ。ああ。使ってみりゃ機械も便利なもんだぜ。うんうん、そうだね。しかし新しいと言ってもいきなりの最新機種投入は僕も驚いたな。こういうのは勢いが大事なのよ。すぐに慣れたでしょ。まあね。いつもランキング上げようとしてムキになっちゃうよ。わかるぜ。ランキングつったってこの店の客の数なんてたかが知れてんだろう。うるさいわね。違うんだよ、この店のランキングじゃなくて全国ランキング。全国？そのカラオケで歌うと自分が全国で何番目にうまいかすぐわかるのよ。もうこの小さい店にとらわれず全国を相手に歌で戦えるんだよ。あんたたち、うちの店の規模に不満でもあるわけ？そんなことねえよ。歌で全国ランキングって？それすげえじゃねえか。そんなことできんのか？ああ。できんのよ。なんで教えてくれなかったんだ。ゲンさんが勝手に拗ねて聞く耳持たなかったんじゃないの。そうだな。なんも難しいことなんてないと思うんだがね。歌ってみようぜゲンさん。俺もよく歌うが簡単だぞ。そうだな。
じゃあちょっとやってみるかね。うんうん、すぐ覚えられるわよ。そういえば源さんってどんな曲歌うんだ。前はよく演歌を歌ってたわよね。まあ演歌も好きだが、俺は今あの曲を歌いたいんだよ。あの曲？本日はダイヤモンドってやつ。え、ちょっと源さん、そんなポップな曲好きだったの？初めて聞いたよ。俺だってポップソングぐらい聞くわ。ラジオで聞いてからすっかり耳から離れなくなってな。そのカラオケには本日はダイヤモンド入ってんのか？そりゃもちろん入ってるわよ。私も昨日歌ったし。よっしゃ、じゃあ一丁歌ってみるか。源さんにカラオケ教えて、本日はダイヤモンドで全国取るぞ。おお。Lief doch gut. Zwar eins verkackt, aber hey. Gensa, anta uta umai nda na. Chotto kandou shita ze. Nani o imasara itten da, Ikiryu-san. Ore no utagoe wa onomichi ichi yo. Shikashi aria sugie tanoshikatta na. Utaitai kyoku nandemo haitten da mon. Nodo ga ikutsu attemo tarinee ze. Tanoshimeta yo de yokatta ze.ハイテクも悪いもんじゃねえだろう。確かにな。と言っても俺も偉そうに言えるほど機械に明るいわけじゃねえんだけどな。それでも俺よりずっとマシさ。俺はなんだか時代に置いていかれてるみたいで、新しい機械ってのが好きじゃなかったんだよ。でもさっきみんなにいろいろ教えてもらって、そりゃ間違いだと気づかされたぜ。俺が勝手にビビって時代から取り残されてるだけだったんだよな。だとしたらこれから時代に追いついていけばいいさ。まだまだ遅くねえと思うぜ。そうか、そうかもな。どれ、まず手始めに最近流行ってるスマホとかいうやつを買ってみっかな。これもハイテクで便利なんだろ。ああ、それにスマホなら俺も持ってるし、少しくらいなら教えてやれるぜ。本当かい？頼りにしてるぜ、キリュウさん。じゃあ全は急げだ。ちょっくら買ってくるわ。またスナックで会おうぜ。ああ、またな。やれやれ、気の早い人だ。だが源さんのハイテク嫌いも治って、またカラオケやれるようになってよかったぜ。Jetzt hat er auch ein Smartphone. Okay. Gensan から Mail か。これは Gensan の自撮り写真。なかなかにスマホを使いこなしているようだな。スナックにいるらしいから、俺も顔を出してみるか。キリュウさん、こっちこっち。ゲンさん、早速スマホ使ってるみたいだな。もうバッチしよう。さっきからずーっとこればっかりいじってるの。すっかりはしゃいじゃって。だってこれすごいぜ。なんだってできちまうんだよな、キリュウさん。ああ、便利だよな、スマホ。GPS で自分のいる位置の天気もわかるし、地図に行きたいとこ入力するとナビもしてくれんだ。へえ、確かに便利ね。それにこいつで音楽も聴けるんだが、音もいいんだよ。それでちょっと桐生さんに教えてほしいんだが。え、あ、ああ、なんだ？
今度これで聞くようにブルートゥースヘッドホンを買おうと思うんだが、何かおすすめってあるかい？ Der hat keine Ahnung, was ein Bluetooth ist. いや、その辺は俺もまだ疎くてな。そうか。まあ何かいいやつ見つけたら教えてくれや。しかし電波弱いな、この店。ちょっとママ、ここ Wi-Fi 入れてよ。情報は速度が命なんだからさ。This is a voll der High-Tech Freak. はいはい、また今度ね。Wi-Fi kennt Gil ja auch nicht. Was ist, auf welchem Planet lebt er? 俺からあんたに教えられることはもう何もないようだな。まだ一つも教えてなかったか。さて、じゃあ今度はカラオケすっかな。まったく自由ね、ゲンさんは。よし、今日は歌うぞ。ママとデュエット12時間コースだ。ちょっと勘弁してよ。そんなに歌ったら喉潰れちゃうわ。まあまあいいじゃねえか。まずは俺のお箱、本日はダイヤモンドからだ。何はともあれ、ゲンさんのカラオケ好きが復活してよかったな。そうね、ちょっと心配してたけど、これで一安心。ゲンさんの歌がないとやっぱり少し寂しいし。ふん、本当に賑やかな店だ。No. Diese Nebenmission wäre dann auch erledigt. Hoppla. Na. So. ちょっと飲んでいくか。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。キリュウさん、どうだ、カラオケ使いこなせてるか？もうバッチリよ。会員登録も済ませてさらに快適だぜ。私よりも詳しくなっちゃってなんだか複雑。そうか、そりゃ何よりだ。ich glaube die Mama が、ただ最近歌ってなくて筋トレもサボり気味だったから声が思い通りに出ねえんだよな。確かに前世紀に比べて声の伸びが少し足りないかもしれないわね。それで桐生さんに相談なんだが。ん？なんだ？桐生さん草野球やってんだろ？俺を草野球チームに入れちゃもらえねえかな。Welcome。ゲンさんをチームに？ああ、野球をしながら体を鍛え直してあの頃の歌声を取り戻してんだ。もともと腕っぷしには自信があるからよ。ダメかな。なるほど、そういうことか。もちろん歓迎だ。長打を期待してるぜ、ゲンさん。おう、ありがとうよ。これから野球でもよろしくな、キリュウさん。そう、ゲンさんは今日も。そう。Damit bin ich ein regular customer. Reicht das, um mit den anderen beiden mal zu reden? Yo, Kiryu-san, datta na. So da ga. Ah ja, endlich wollen die sich mal mit mir unterhalten. Tekkiri hiyakashi de mise ni kite, sugu ni inaku naru ka to omotte tan da ga, kentou chigai datta yo da. Toyu to? Kono mise ni wa, jōren ingai de tama ni atarashii kyaku mo kuru nda yo.ただその大半はママを口説くだけだったり、空気読まずに輪に入って自分語り始めたり、勝手にカラオケ独占してその後パッと来なくなるような連中が多くてな。それはひどいな。だがあんたは他の客たちからの評判もいいし、ちゃんと礼儀もわきまえている。俺たちちょっと誤解してたみたいで、釣れない態度を取ってすまなかったね。今更だけどこれから一緒に飲まないか。俺からもぶしつけな態度だったことを詫びさせてくれ。あんたとは一緒に酒を飲んでみたいんだ。二人とも。ああ、もちろんだ。そうか。じゃあこれからよろしくな。
俺は金子って言うんだ。俺は安藤。おたふく屋っていう質屋の店主だ。金子さんに安藤さんだな。こちらこそよろしく頼むぜ。Oh, you can now drink with Ando and Kaneko-san. As you become closer to the customers you rank with in the bar, blah, 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 blah. Ore to nomanai ka? Ah, kurou shite ru ne. Naruhodo. Taihen datta na. Ich muss nur zweimal mit denen reden, weil ich meinen Skill schon so hochgebracht habe. Ist das... Ich müsste sonst wahrscheinlich öfter mit denen reden. Aber ich muss halt die Buffer lassen, um nochmal mit denen trinken zu dürfen. Oh, so na koto ga. Nana.へえ、すごいわね。Bei ihr geht's nicht so schnell hoch. Oh, was? Ich hab schon 6 Intus.今日は早いのね。また寄らせてもらうぜ。次も待ってるぜ。Das heißt hier early. Ich bin